はい、どうもこんにちは、ニナです。娘の可愛い顔から失礼いたします。ニュージーランド3連休がありまして、また当日の思いつきでテント持って出かけてきました。金曜はダディの仕事が3時半に終わるので、そのまま出発すれば 3.5連休。滞在先のホリデーパークに着いたのが夜8時半過ぎなので、初日はテントを張らずキャビンというやつに泊まりました。遊び心あるイラストに娘大喜び。出発前はキャンプ好きじゃない、家で YouTube 見たいと言ってた娘ですが、二段ベッドで盛り上がり、自分からパジャマに着替え歯磨きまでするという喜びようでした。よかったよかった。初めて土曜日の朝だけやってるダニーデのマーケットに来ることができました。気持ちいい天気いいし、ね、あそこのなんか、ね、駅ステーションのところ真横でやってるみたいな感じらしい、ね、こんななんとかチーズストローって書いてある。1ドルよ、1本1ドル。もうクイーンズタウンのおそらく値段な。あ、クイーンズタウン8ドルするねこれ。うん、1ドルいいね。1ドル安い、うん、しかも結構長いからねこれ。ほらこんな長いやつさ、1ドル、やばい。1ドルって買えんな。いいねいいね、やばい。クイーンズタウンの物価がやばすぎる。すごい、なんか丸いピザをくるくる巻いてくれて、じゃーん、長さも結構あります。すごいよ。シェアします。パリパリ、なんだろう、食べたことない味、中東の味。美味しいよね。でも焼く時の見た目はほんまにさ、よく見るイタリアのピザみたいな感じやったけどさ、生地が面白い。なんかこむ、なんやろな、これなんか薄くてすごいパリパリで、なんかソースも中東の味って感じ ね。うまく説明できんけど、なんか美味しい中東の味。最後の方ちょっとピリッと感もあって美味しいよ。これね、ハマるね、うん、これマジで美味しいよ。うどんです。これは最近知ってハマってる中国のストリートフード、見つけるとついつい買っちゃいます。卵、ネギ、味噌、パリパリのクラッカーが薄く層になってるおかずクレープって感じで、もうめちゃめちゃ美味しいんですよ。マーケットに飽きた娘をダディが追いかけている間に、一人でじっくりと堪能いたしました。可愛いトレーラーでコーヒーも買いました。ゆっくりは飲めませんが、コーヒーが美味しいとやっぱりホッとします。何も匂い嗅いでた？匂い嗅いでない、その3つだけど。匂い嗅がんわって言うんだけど。変態やね。プリンセスどこ行くの？何を作ったの？鳥の家を作ったのね。行きますわ。思いがけず駅構内を満喫した後、外に出てみると時速30キロ以上の強すぎる風が吹いてたので、ビーチに行く予定を変更してミュージアムで遊びました。何これ何これ、一体どうなってるの。ほらマミーの。はい、ミュージアムでたっぷりゆっくり遊んできました、ね。この後まだまだテントをね、立てなくてはいけないので、夕方5時、めんどくさいけれども、頑張ります。ねむねむになった、ねむねむ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 。ここにテント立てます。イエーイ。テント立ちまして、風がめっちゃ強いので中でご飯です。スーパーで買ったチキン、ローストベジ、キャベツ、娘は枝豆。はい、晩ご飯こちらでございます。はい、ちょっと雑ですが、テントご飯、ワイン、乾杯。
ない。断られました。乾杯。いや乾杯だと。いいです。結構です。すごい盛りだくさんやんな。